連撃参ります。防御する、支援する。Yeah!
で一人一人になったというのに、僕は母上、ね、僕を見ていますか。僕はあなたのために全てを捧げる覚悟です。オルジナラスの血と一体になった僕を実験に使っても構わない。あなただけで殺しても構わない。だから僕を見て、僕は必要だと言って、僕を愛して。なぜ、どうしてそうまでして最高司祭様の愛情を求めるんだ。最高司祭様は、お前の名を忘れ、お前が化け物になっても何一つ言わず冷酷に微笑んでいる。どんなにお前が願ったところで、その声は届くことがないんだ。貴様に何が分かる。私に汚染された血を持つ分際で情けなくかけるな。オルジナラス、私は貴様を許さない。メディア、危ない。私は母上にいただいた名を呼んでもらえるその時まで貴様を憎め続ける。私も同じだ。お前を決して許すことはないだろう。たとえ私がお前の血を受け継いでいようと、関係ない。私が名誉を取り戻したい。オルティナノス家の血族の中にお前の名はない。だからこそ私はお前を解放する。この永遠に続く血の連鎖の牢獄から。大丈夫ですか？ありがとう、アリス様。あなたを誇りに思います。よく頑張りましたね。メディナ、本当によくやったよ。キリト、私はこの手で。もういい、俺が保証する。メディナは正しいことをしたんだ。母上、助けて、僕を見て。苦しそうね。僕はあなたに必要とされたかった。僕の存在意義はそのためにある。あなたが僕を見つめなければ、僕の生命には何の価値もない。存在意義？何を言っているの？あなたにはきちんと存在意義があるの。今、私が教えてあげる。存在意義が。ええ、だから安心してお眠りなさい。いい子ね、私のハーシリア。母、上。どうして僕の名を忘れたの、母上。
あいつは覚えているのに、なぜ？それはあの血が必要だから。第一、名前なんてそこまで重要かしら。こんなところに来てどうしたの？どうしてそんな悲しい目をしているの？私でよければ話を聞いてあげるわ。許せなかった、その高潔さも何もかも。なぜこんなこと。だからこそ僕はその血を汚した。心の奥底では何よりも強く求めていたから。システムコール IDW4300 フューズドクリーチャーコンバート2ソード。何？まさかアーシリアンとオルディナムス家の宝石を融合させて剣にする気なのか。ようやく完成したわ。これまで何度も試したけど、宝石だけを形質変換するのには失敗した。思った通り、その対象を求める強い記憶が必要だったのね。あなたは本当にいい子だわ。つまりソードゴーレムと同じ原理だということか。それに近いわね。ただソードゴーレムの原理とは似て非なるものと言えるわ。似て非なるもの。ソードゴーレムを動かすのは欲望、愛する対象、恋人や家族に向かって剣は動く。剣を作るにはオルティナノスの血を強く激しく求める記憶が必要だった。たとえそれが憎しみであろうと変わりはない。だから彼は形質変換の術式と結びついた。彼ほど強くオルティナノス家の血を憎みながらも求めている人間は他にいないもの。時として憎しみは愛に等しい。いいえ、それ以上の原動力を持つ真意となる。それが証明されたようね。憎しみの記憶による物質の融合と変換、そんなものが可能だと。とはいえ、あんな化け物になることは想像していなかったわ。あれは真意の形が歪んでいたからかしら。待て、最初からそれが目的でハーシリアンにウルティナノスケを憎ませようとしたのか。あんなにもあなたを求め、あなたのために行動したのに。そこまで計画立ててたわけではないわ。ただ今はちょうどよかったから利用させてもらっただけのことよ。あの子のせいで近親婚の系譜が途絶え、オルティナノスケのモジュール実験を中断した。それでもまさかあの子自身が進歩のなかった実験の駒を進めてくれるとはね。なぜそんな冷酷なことを言えるのです。彼はあなたのために。おかしいわね。オルティナノスケは彼に汚染され苦しめられてきたの？それとも血のつながりがなせる情というものかしら。あなたという人は。いずれにせよ喧嘩は成功したわ。ああそうだ、あなたにお礼を言うべきね。復活に協力してくれてありがとう、メディナ。あなたのご先祖様はあなたの勇姿に感動していると思うわ。何を言っているのです。随分と冷たいのね。確かに姿形は変わってしまったし、不純物は混じっているけど、
あなたのご先祖様じゃない。あまりに無謀、よくもそんなことが。一体何のためにこの実験を繰り返したのです？現実世界のデータを利用するためモジュールの実験を行う必要があった。そうだ。ご名答。さすがはイレギュラーのボーイ。現実世界のデータ。ああ、確証を得たわけじゃないが、これは推測だ。メディナのモジュールは現実世界のデータを持った NPC と関係がある。そしてそのベクタの迷子が増え始めたのはあんたが死んでからすぐだ。そう、あの者から聞いたの。オルティナノスケの一族には安全弁と呼ばれる戦力補充モジュールが遺伝で受け継がれるとね。あの者、外部の人間か。戦力補充モジュールとは、人界の戦力が著しく下がった時、外の世界から新たな戦士たち、つまりは人格データを召喚し刺激する能力を持つもの。お前は外の世界、つまり現実世界のデータを利用し何らかの策を講じていた。ただそれはこれまで全て失敗に終わった。だからこそ複数のモジュールを結晶化させ今一つにした。そうだな、キリトよ。あなたの言っていることを理解するのは難しい。だがこれだけはわかる。あなたはその実験のために私たちの一族を利用し、一人一人の命を踏みにじってその宝石に変えた。欠陥品と呼んだのは全て他の貴族との交流を断ち、私たちを隔離して禁止行為を行わせて血をつなぐため。とはいえ不純物が混ざって台無しになってしまったけどね。それでもあなたは私の死によって能力に覚醒した。これまでの実験は大して意味がなかったのかもしれないわ。意味がなかっただと？許せない。私たち欠陥品がどれだけ苦しんだと思っている？もしかして私に逆らう気？封印すら破れないのに。あなたほとんど覚えてないけど五代目当主に似てるわね。一番出来のいい器だったけどうるさくて困ったの覚えてるわ。あとミニストレーター。足を動かそうとすれば、剣を持つ手に力を込めれば激しい痛みを感じる。